カオサン通り、バックパッカーの聖地ですね。で今やタイの若者の、歓楽街盛り場ともなっております。カオサンロードの近くに、宿を取りました。ということでですね、早速、レポートといいますか、カオサン通りの今は一体どうなっているのか。今12月2日の、タイ時間、12時半を回ったところでございます。一体、カオサン通りはどうなっているのか、皆さんにご覧いただきたいと思います。それではこれからカオサン通りの方を見に行ってみたいと思います。こちらを曲がると、右に曲がるとカオサン通りでございます。まずはこちらに、カオサンですよという、カオサンという印が出ております。ここからカオサン通りですよということで、カオサン通り、ど真ん中に立ちますとこんな感じでございます。歩いてる人もまばらというかほとんどいない、ですね、閑散としております。はい、まずこちらの店、窓は開いてますけど椅子が積み重ねてられてやってないですね。営業はねしてないですね。まあ屋台とかやってとかありますけれども、店は基本的にシャッターですね。全部ずーっとシャッターが続きます。ずーっとシャッターが続きます。でそこにセブンイレブンを見つけましたね。セブンイレブンがなんとやってませんね。これセブンイレブンがやってない。水はどこで買えばいいんだろうという状況ですね。これ隣のお店も、やってない、そしてマクドナルドですが、マクドナルドこちらはどうかというと、こちらもオープン24アウアーズと出てるのにオープン0アウアでございます。やっておりません。そして反対側に目を向けると、またやっていないお店、隣もやっていないお店で、こちら、階段登れなくなってますね。でシャッター閉められて、カバーかけられて、入れなくなってますね。シャッターですね完全にね。次はこれはトラベルクリニック、エマージェンシー24って書いてあり、アウアーズ書いてありますけども0アウアーですね。そしてこちらもシャッターやってない。こちらもシャッターやってない。こちらはお店やってんのかな。いや、やってないですね。やって、こじんまりとやってんのかな、ちょっとわからないですけれどもね。ただもう、とにかく、シャッター。シャッター、シャッターでございます。とにかく人がいないですからね。それはシャッターになりますわ。だって、売る相手がいないんですから。こちらもシャッター。ベニヤで塞いでるところもありますね。で、銀行 ATM、当然、エクスチェンジをするためにね、両替するために旅人には必要なところですけれども、こちらもクローズとやってないです。はい、そしてこちらの中華系の何か提灯をつけた店、こちらもやってないですね。でこちらもシャッター。隣の店はやってるのかな、まあ、やってる店が30軒に1軒とかぐらいですかね。いやもっとかな、50軒に1軒とか。こちらもシャッターですね。ずーっとシャッターが続きます。でこちらのお店も扉が閉じております。何のお店かも分かりません。扉が閉められています。
でこちらも、中まで本当明るいんですけどね、全然やってないですね。で店はこの黒い店開いてるっぽいですけど、何か作業してるっぽくて営業はしてないですね。でシャッターです。シャッターが続きます。でこの緑と白っぽい緑のお店というかは同じ系列なんでしょうか。あ、ただこのお店をやってますね。一応水とかも置いてますね。だから50軒に1軒ぐらいはやってるって感じですね、造り屋さん。そうですね、はい、またシャッタークローズ、シャッター、シャッタークローズ。そしてこちらはですね、コンクリート打ちっぱなしのものを緑のシートで塞いでいて、もう何かすら分かりませんね。はい、そしてこのオレンジのお店もシャッターで、こちらも当然シャッターという感じで、あ、この中もお店いっぱいあるんですけどね、いつもだったら両側にぎわってるんですけども、全く人がいません。一っ子一人いませんね。はい、そしてまあ服屋さんはやってるのかな、50軒に1軒空いてるうちの一つって感じですかね。これはバーですかね、タイボクシングとか書いてありますけど、ボクシングをやるバーでしょうか。やってません。こちらも閉まってますね。こちらもシャッターです。こちらもシャッターで、中が暗いお店は一応やってますね。外でビールを飲んでいる外国人がいますから、50軒に1軒の一つですね。ただにぎわいがあるかったらない、当然ないですよね、もちろんね。はい、そしてまたマクドナルド。マクドナルドこんな至近距離にあるんですね。さあ、しかもこちらのマクドナルドはアイラブカオさんと歌っておりますけれども、やっておりません。真っ暗です、真っ暗です。こちらも椅子をもう上に上げてやる気がもうないですね。はい、こちらはやってますね。 T シャツと、あとは仏具みたいな、仮面みたいな、あと上あれですね、なんだ、ケース、キャリーケース売ってますけども、ここは3軒並んでやってますね。でもその隣に行くとまたシャッターっていうか、まあ、3軒並んでますけど、ただお客さんは0人ですからね。お客さんは0人。はい、でまたシャッター、シャッターとして、こちらもシャッター。ATM もこれ稼働するんですかね。金吸い取られるだけ吸い取られて出てこないなんてことないですよね、本当に。こちらもシャッターで、こちらなんですかね、シルバー貴金属店ですね。シルバーのお店もまあ当然やってませんね。誰を相手にするんだって話になっちゃいますからね。でこちらも、やってません。これで基本カオサンストリートは終了です。こんな感じですね。以上、カオサン通りの今でした。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。